関する質問をお受けいたします。読売新聞の山本です。1点ですけれども、万博のですね、ボランティアについて、本日発表されたですね、ボランティアの応募状況によりますと、22,800人ぐらいという応募状況でして、万博協会ですとか福祉が目標としていた人数について、一定の目処が立ったと思います。これについては知事の受け止めをお願いします。はい、ボランティアについては2万人を目標にして募集をしてきました。先週の金曜日の段階で22,799名となりまして、この2万人という目標を突破いたしました。ボランティアに応募していただいた皆様に感謝を申し上げます。ありがとうございます。先ほどですけれども、ボランティアのユニフォームの発表もさせていただきました。ボランティアというのは本当にこの2800万人が来る多くの国々、150カ国以上の国々が参画する、このボラン万博を大阪でやりますので、まさに万博の顔になると思いますし、ぜひ笑顔で迎えていただけたらなというふうに思いますし、そこで新たな交流を作ってもらえたらな、また新たな経験をしてもらえたらなと思います。一生に残る思い出を万博で、ボランティアを通じて作ってもらえたらなと思います。ボランティアの皆さんと一緒に、万博を作り上げていきたいと、そう思います。4月30日まで、募集を続けますので、ぜひまたこれからという方も応募していただけたらと思います。もう一点関連で確認なんですけども、4月30日まで応募ということで、目標に達したわけですけども、このボランティアの数がですね、今後増えていくことについては問題ないといいますか、大丈夫といいますか、その点のご認識はいかがですか。はい、喜ばしいことだと思います。もしボランティア目標2万人というのを掲げて、4月30日という期限も区切って募集をしてきました。またこの人数が手がなかなか上がらないようであれば、どうなってんだという話になっているというふうに思いますけれども、実際2万人を超えまし、目標を超えましたし、4月30日までまだ期限がありますので、ぜひ多くの皆さんに、まだ興味があるけどまだ募集してなかったという方にはですね、応募していただけたらと思います。その後のボランティアの詳細については協会でも発表している通りですので、そちらに従うということになると思います。